野党は韓国のお仲間だった国会で扱わず、自民党の小野田紀議員によりますと、国会で日韓関係について扱ったのは自民党と維新だけだということが明らかになりました。こちらおかしな野党とさらに公明党もです、ね、韓国のお仲間だということがこの国会で明らかになってしまいました。 国民を危険にさらし、実際に被害を出している韓国政府に対して、日本の政党であれば、日本の国会議員であれば、やめろと一言ぐらいは言うべきなのに、彼らはそういったことをせず、事実上韓国政府を手助けしてしまっております。皆様、このように国民を直接危険にさらしてしまっているおかしな野党には、 絶対に投票しないようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました